激レアさんを連れてきた未公開トーク。まずは初登場、板垣李光人さんが無意識のうちにやってしまう癖のお話。さあ、板垣さんは激レアさん初出演です、はい、どうぞよろしくお願いします。今回初出演ということで板垣さんのことをリサーチさせていただいたんですけれども、はい、何でも無意識にやってしまう癖があるというふうにお聞きしたんですが、はいはい、どんな癖ですか？こう揺れちゃう揺れちゃうっていうか、なんか割と動いてないといられなくて、家とかでもだからこうちょっとなんか小さいぐらいの地震だと自分が揺れてんだか地震で揺れてんだかが分かんないとかはたまにある。あ、じゃあ結構ずっと揺れてるよねそうなるとどのぐらい揺れんの？体が動くの？結構大中小、大中小ある。まあでも結構ソファーでこう横になってる時が多いんですけど、なんかすごいバタバタしてたりとか、足とかをね、体もこう体もゴロゴロしてたりとか。激しいとじゃあこんぐらい動かすってこと？なんかラジオ体操。じゃあこういうバラエティとか長いじゃん収録、動いてたくなるのやっぱり？なんか足とかあのこう机あるとかだと見えないとこだとなんかこうパタパタしたりしてます。あ、本当大丈夫ですよ、この番組は、思う存分動いてもらってもちろん大丈夫、立ち上がっていただいても大丈夫です。そうですよ。そんな板垣さんがドラマの撮影中に体験したという激コアエピソードも話してくれたぞ。どうでしょう、板垣さんは何か珍しい体験でされたことはありますか？僕、仮面ライダーに、出させていただいてたんですけど、はい、その時が敵役 で、うん、で結構しょっちゅう高いところに連れて行かれたん、あら大変ですよ、ね、やっぱりなんか戦いをそれちょっと上から見てるみたいなシーンとかが多くて、悪役だからね、ビルの屋上とか、結構一番僕がえって思ったのは、あの歩道橋の手すりに座ってください、って言われて、その要はこっちがもう道路側で、ここが手すりで、手すりのとこにこう座りますって言われて、もともと高所恐怖症だったんで、もう本当に、でもオンエア見たら肩こんな、いやそりゃそうだよね、さすがに、まあ、なかなか歩道橋のあそこにこう座る、普通には座ってらんないよねあそこ。そして本編には、役者になるのが夢だったおじいちゃんを85歳で映画主演デビューさせちゃった家族が登場。親子3世代でプロの役者経験ゼロのお父さんをパッションだけで映画主演デビューさせちゃう、父正勝さんの夢をどうしても叶えたい娘ひろこさんの行動力が大爆発。喜んでもらえるなら何でもやっちゃうお祭り女です実現できるかは二の次で、考えたことすべて実行に移すという猪突猛進型激レアさん。ただ喜んでほしいという気持ちだけでお父さんの映画主演デビューを実現させちゃったひろこさん、その行動力を息子さんにも発揮していたんだ。で、息子さんから見てもそういったお母さんなんですよね。そうですね、すごいサプライズがめちゃめちゃ母が好きで、結構誕生日会とかも家族でやるのが決まりなんですけど、年々壮大になってきて、僕の誕生日の時は当日にここに来てほしいって言われて、何やるかも聞かされてなくて、で行ったら野球場に僕だけポツンといて、何が始まるんだと思ったら、母がじゃあ皆さん入場してくださいって言ったら、僕の知り合いが20人ぐらいぞろぞろ入場してきて、今から野球をやりますみたいな感じで、こうバースデーベースボールバースデーベースボール聞いたことない。なんか今まで聞いた誕生日のサプライズで一番嬉しいかもしれないそんな祝い方があるんだって思った。お母さんそういうの大好きなんですよね、企画するのが。めちゃくちゃ大好きなんですよ、サプライズが。考えて、好きなことから考えてバレないように、予定もバレないように根回ししてやるのがめっちゃ好きでさらに毎年恒例のサプライズバースデー、まだまだあるぞ。
僕もサッカーを中学時代やってて、で僕の時はフットサル場に呼び出されて、でそれこそ本当に 2,30 人の方がバーって来て、でチーム分けして、まあ対戦をして、で一番最後僕がゴールキーパーをやって、でその一人一人まあ PK みたいな形でボールを前に置いて、僕に対して一言言ってから蹴る。素敵。30回やる。なんかテレビの企画みたい。本当ね。それもお母さんやっぱ喜ぶ顔が見たい。そう、喜ぶ顔が見たくて、うん、企画演出もそうだし AP さんみたいなこともしてますよね。確かに全部めっちゃ大変ですよ、ね、すごい。そしてある日、三男にも誕生日サプライズをしたひろこさん。しかし悲しすぎる出来事が起こってしまうんだ。一回本当中二の時にアントニオ猪木バーっていう、ちょっとなんかこう騒いで盛り上げてくれるなんかお誕生日のところがあって、弟がお祝いしたんですけど、もう恥ずかしくて怒っちゃったんですよ。なんかこんなのもう全然嬉しくないみたいな。そしたらお母さんが泣いちゃって、でそっからあのお母さんも帰っちゃったんです。でそっからすごい修羅場になって、で兄弟の中でどんなサプライズが来ても絶対に喜ぶっていう、いい家族、約束が、泣いちゃう、いい家族、それはもう絶対やろうと、こんな空気味わいたくない。皆さんね、ひろこさんのキャラクター分かりましたよね。はい、でおじいちゃんを映画デビューさせるのもそのサプライズの延長線上だったということなんですよね。はい、本編では役者になりたかった父正勝さんの夢を叶えるため、ひろこさんが動きまくる。ひろこさんのお祭り魂に火がついてしまったということなんでございます。それに気づいて、うん、死ぬまでにもう一回大きな舞台で演技をしているところを見たいと思って、ここから家族全員を巻き込んでひろこの夢叶えたろかプロジェクトが始動したということなんですよね。完全な思いつきでお父さん主演舞台をやってみたいと思ったんですね。あ、主演で、はい、舞台から映画化までひろこさんに振り回されながらも大奮闘した家族の物語はアベマ TVer にて見逃し配信中。なんとか納得しました。あ、台本を見てこんなこと言います。俺のセリフこれだけか。急にもうちょっといろんなパターン出せるけどねみたいな気持ちになったんですか、正勝さん。そうですね。やる気はある正勝さんなんですが、まあ、演技をしたのは50年以上前ということもありまして、大きな壁が立ちはだかりました。はい、それがセリフが覚えられない。これは大変だよね、舞台って。